はい、こんにちは。今日はですね、こちら、お昼寝文化のある国は南の国が多いんですよというね、お話をしてみたいと思います。先日ですね、私ね、こういう本を読みました。これ、ね、独協大学でね、医学部で教授をされています、伊原裕さん、伊原博さん。ちょっとね、あの名前のね、呼び方はわからないんですが、このね、伊原さんのですね、著書、精神科医が実践するデジタルに頼らない効率高速仕事術。こういうね、本をね、私ね、先日読みました。この本の中でね、伊原さんね、こういうことね、書かれておりました。お昼寝文化のある国は南の国に多いんですよ、というね、ことを書かれておりました。お昼寝と言いますとですね、有名なところで行くとね、スペインのシエスタ。スペイン語でシエスタっていうのはね、お昼寝っていう意味を指すんですかね。っていうね、ちょっとね、私もね、あんまりね、この辺詳しくはないんですが、実はね、お昼寝っていうのはね、お昼寝をね、許容してる国がね、ありますよ。そのね、お昼寝をね、許容してる国っていうのはね、比較的ね、緯度のね、低い国がね、国に多いんですよってことをね、書かれておりました。最近はね、我々もね、お昼寝をね、する方もね、非常に増えてきてるんじゃないかな。私もね、実際にお昼寝をね、する派なんですけど、とはいえね、なかなかね、国としてね、許容してるっていう国はね、なかなか少ないんじゃないかなと思うんですが、実はですね、緯度のね、低い国っていうのはね、許容してる国が非常に多い。特にね、アジア地域でね、多いよっていうのはね、こと書かれておりました。でね、実際ね、どういう国でね、許容されてるかっていうところで言うとですね、ちょっとアジアの中で、ね、一例を取ると、タイやマレーシア、インドネシア、フィリピン、インド、そしてね、中国、こういったところがですね、お昼寝をね、許容してるそうだ、お昼寝をね、許容してるそうでございます。ここね、並んでる通り、東南アジアですよね、東南アジア、緯度の低い東南アジアね、非常に多くて、そしてね、私もね、意外だったんですけど、インドとかフィリピンもね、お昼寝をね、許容してるそうなんですよね。インドはね、なんとなくわかるかなと思うんですけど、中国がね、許容してるというのはね、意外だなというふうに思いました。はい。でね、見ていただくとね、やっぱりね、この辺のね、タイとかマレーシア、インドネシア、フィリピン、どちらかというとね、緯度がね、低い地域ですよね、いうふうにね、多いのかなというところですね。はい。じゃあね、なんでね、こういうね、緯度の低い地域、お昼寝をね、許容している国が、国が多いのかなというところ。この辺がね、伊原さんのね、推測もあってね、書かれてたんですけど、緯度のね、低い地域。やはりね、非常にね、暖かいというところもあって、暖かいを通り越してね、日中はね、非常に暑い。そしてね、紫外線がね、非常に強いというところで、日中のね、直射日光を避けるため。そしてですね、やはりね、例えば外でね、仕事してる。暑い時間帯に仕事してるとですね、やはり体力を奪われますので、体力を回復させるためというのもあってですね、お昼寝をね、するっていうね、文化があるんじゃないかなと。いわゆるね、体調管理の面での意味があるんじゃないかなというふうにね、このこと書かれておりました。確かにそうですよね。日本なんかでも、真夏なんかはね、35度を超えるようなね、非常に暑い時間帯、ありますよね。そういう時間帯にね、外でね、何か仕事をするってなってくると、本当ね、命に関わってきますんで、そういったね、非常に暑い時間帯っていうのはね、東南アジアの地域多いんじゃないかなと思いますんで、そういう時間帯はね、働かずに、お昼寝をしてるっていうことなんじゃないかなっていうのはね、この本の中でね、書かれておりました。そういうのを考えるとですね、日本なんかも、夏はですね、非常にね、もう35度を超える、地域によってはね、40度を超えるようなね、もう非常に、ね、暑いね、日がね、よくね、続いてきておりますんで、日本なんかでも、期間を限定して、こういうね、昼寝なんかをね、国としてね、取り入れた方がね、もしかしたらいいんじゃないかな、というふうにね、ちょっと思うところもありますよね。はい。そしてね、この伊原さんのね、この本でもね、書かれたんですが、ぜひね、お昼寝はね、おすすめしたいなと思います。というのはね、私もね、実はね、今ね、仕事中、お昼寝をね、積極的にね、取るようにしております。お昼寝って言ってもね、その1時間、2時間寝るわけではなくて、1回ね、15分から20分程度のね、仮眠程度なんですが、このね、仮眠がね、取るだけでもね、全然ね、午後からのね、仕事のパフォーマンスはね、変わってきますね。やっぱりどうしてもね、人間ね、お昼ご飯食べるとですね、一気にね、眠くなってくるんですよね。でね、眠い状態のまま、仕事してもね、なかなかね、やっぱりはかどりません。ね、私もね、なかなかね、こう、眠い状態のまま仕事してると、ぼーっとしてね、やっぱりね、あんまりパフォーマンスが上がらないので、やっぱりね、
15分でも20分寝るとですね、やっぱりね、スッキリするんですよね。スッキリすると、やっぱりね、午後からのね、仕事もね、パフォーマンスはね、上がって、バリバリ仕事はできますんでね。ぜひね、皆さんもね、その仕事のパフォーマンスを上げるっていう中でね、こういうね、お昼寝なんかをね、積極的にね、取り入れてみていただければな、というふうに思います。このね、伊原さんのね、この本の中でも、まあ、伊原さんもね、必ずお昼寝をするっていうふうに書かれておりまして、まあ、非常にね、私もね、納得、まあ、これは、確かにそうだっていうね、納得できるようなね、内容なんかもね、書かれておりましたんで、ぜひね、まあ、お昼ね、積極的にね、取り入れてみていただければな、というふうに思います。はい。ということで、まあ、ちょっとね、後半はね、少しね、話は脱線しましたが、今日のね、お話、お昼寝文化のある国は、南の国に多いんですよ、というね、お話をしてみました。今日のね、お話、まあ、参考になったなと思いましたらですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。またですね、今日ご紹介したですね、このね、伊原博史さん、伊原優さん、ちょっとね、お名前の呼び方わからないんですが、精神科医が実践する、デジタルに頼らない効率高速仕事術、非常にね、面白いね、仕事術のね、お話でございます。本当ね、参考になりまして、今のね、私ね、このね、読んだ本の中からね、とあることをね、実際にね、実践してるんですが、非常にね、今ね、サクサクとね、効率よくね、仕事はできております。まあね、ぜひね、興味ある方はですね、番組の概要欄の方にこちらの本のリンク貼っておきますのでね、またチェックしてみていただければな、というふうに思います。はい、ではね、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。